フルボートゆうやの日本史 TV、 イエーイ。日本史ソムリエのフルボーです。ゆうやです。本日は門前仲町の日本史店取材ということで、来ております。折原商店というお店で、ここも門前仲町駅の目の前なんですけど、鳥居があって、鳥居からほんと30秒ぐらい歩いたところにあります。このお店なんですけど、全国の地酒たくさん置いてあって、あと日本酒も買えるみたいなんで、種類も多いってことでちょっと楽しみにしています。折原商店さんですね。こんにちは。こんにちは。秋ですね、冷やおろしの季節になります。なんか日本酒が入り口からたくさん置いてあります。冷蔵庫が、右側が全部冷蔵庫で、全部に日本酒が大量に置いてありますね。左には常温の日本酒がたくさん置いてあります。はい、ということで折原商店の、店長さんになります。こんにちは。こんにちは。では質問3点ございまして、1つ目が、あのお店のコンセプトを教えていただきたいと思います。綺麗です。まあ、コンセプトはここで全部飲食もできるんですけど、はい、全てちょっと味見してもらって、はい、でその商品を自分の舌で確かめてもらって、はい、本当に納得したものを買っていただくみたいなコンセプトなので、だからあの全部試飲はできるようにしてます。これ冷蔵庫にあるやつ、まあ、どっちもそうです。全部できるんですか？全部できるようにしてます。すごいですね。結構量も多いですもんね。そうですね、大体100から120種類ぐらい。あ、そんなにあるんですね。はい、じゃあ、2点目なんですけど、お客さんの年齢層ってどんな感じですか？年齢層はね、すごい幅広くて、やっぱり20代もう酒飲み始めた方とか、はい、あとはもう年配の、やっぱここは参道なんで、はい、結構あの年配の方も多くて、結構80ぐらいのおばあちゃんとかも、何でもいいからいっぱいくれとかキャッシュオンというか、あのすぐ飲んですぐ帰るっていうこともできますもんね。入りやすいというか、角打ちっていうんですよね。そうです、名称としては、はい、キャッシュオンスタイル、はい、そうです、はい、じゃあ、3点目なんですけど、仕入れる日本酒の基準とかってあったりするんですけど、全国1200、300とかあると思うんですけど。そうですね、まあ、基本的にその基準っていうのはやっぱ自分たちで試飲会とか、これ酒蔵さん行ってちょっと美味しいものを、まあ、有名どころもそうなんですけど、有名どころじゃないところもやっぱりこう作り方とか、はい、歴史とか、はい、ちょっと僕らも学びに行って、酒蔵がどういうふうにここまで来たのかとか、そういうのでお付き合いさせてもらっていくという形ですね。ありがとうございます。角打ちの構成っていうか教えてもらってもいいですか？今日はね、ちょっと、はい、山口県の山猿さん、長山酒造さんとかちょっと来てまして、はい、ちょっと今日はそれをお勧めしてるんですけど、一番これ僕のお勧めなんですけど、山ハイの生。あ、山ハイの生ですか、はい、結構珍しいですよね。そうなんですよ。まあ、こっちが定番です。こっち定番のちょっとおかん酒でお勧めします。おかんもあるんだ、今からの季節が。これからの季節はね、まあ、いいっすね。あと冷蔵庫のやつは、はい、あのセルフになってますので、自分で取って、こちらに来てもらって、はい、でも選べないようにしたら、こうやってスタッフがアドバイスできますので、もう単純に全然日本知らなくても、もうお勧めくださいみたいな、はい、ざっくりした感じでも、まあ、スタッフの方にお勧めてもらえるってことですね。はい、じゃあ日本酒選びます。あ、すごいね、量が、うん、選択肢がたくさんあって楽しい。おすすめ何？まあ、隠れか、うん、まあ、あとは俺はこの野口さんかな。隠れ飲んでみようかな。隠れの店内銀次。すみません、これこちらを、はい、ショーください。あと、玉こんにゃくも。山形の名物ですね、玉こんにゃく。日本酒に合いそう。おでん、おいしそう。おいしそう。ちょっとおでん、食べます。いいよ、なんか食べたいのある？ガンモ。ガンモな。大根。卵。まずこんなもんでいきます、うん、はい、今日はちょうど、まあ、酒蔵の方が実際にいらっしゃって、まあ、試飲会ですよね。そうです。をやってるってことで、蔵元さんの自己紹介ですか？はい、はい、山口県の長山酒造といいます。山口県、この山猿っていうお酒、酒米にこだわったのを山猿で展開してます、これが今の飲みになってる山ハイの生酒商品なんですけど、はい、これあの黒曜都っていう
明治時代に山口で生まれたお米を復刻して作ってるんですけど、北陵みやこです。北陵みやこ、ちょっと僕初めて聞きましたね、はい、すごい珍しいですよね。こんな背の高いお米なんですよ、はい、栽培がめっちゃ難しいやつですよね。ちなみにこのお米ってどういう特徴が出るんですか？結構なんか独特のお米の旨味っていうのが出る。まあ、これそもそも僕思ったのが、単純に思ったのが、山ハイで生酒ってすごい珍しいですよね。珍しいです。普通に常温とかちょっと温めておかんでっていうのが山ハイかなと僕思ってたんで、これね、生ですけど、はい、おかんしてもうまいんですよ。ありがとうございます。じゃあいただきます。乾杯、はい、味だ。本当に 深みがあるね。深みある。深みがある。なんか生酒のボリューミー感とフレッシュさもあるんだけど、やっぱりね、肝とかが来る酸もいい感じでこう感じられて、米の甘みとかもすごい凝縮されてて、非常になんか存在感の強い日本酒だね、これは。多分肉料理とかも結構割とこう濃い味の料理でも出汁が染み込んだこんにゃくとかも合うんじゃないかなと思う。うん、おいしい。あ、美味しい美味しい。めっちゃめっちゃ。うま。どう、そっちの日本酒は？カクレイ。カクレイはね、すっきりしてるけど後味がすごい美味しい。美味しい。落ち着いた日本酒っていう。落ち着いた感じなのかね。普通にめちゃくちゃ美味しいっていう。綺麗な、うん、飲みやすい。うん、万能タイプだな、多分どんな食事でも、うん、多分マルチに合わせやすい感じだと思う。人でも食うわいや、冬になるとね、おでんは美味しいよね、うん、いただきます。大根、うん、俺も味が染み込んでるわ。美味しい日本酒と濃厚なおでんが味わえるっていうのはめちゃくちゃいいね。やっぱこの日本の出汁の文化最高だね。完全キャッシュオンで、うん、結構ね、すぐ入ってすぐ出ることもできるから。で、家は結構何回か来たことあるんでしょ？そう、フラッとここで飲んでから他のお店に行って、あ、いいね、いろいろ飲んでっていうのはやってた、うん、気軽に入れる、うん、日本酒屋さんなんでね。ということで昼間から飲んでますよ、今日は。まあ、俺たまに成田さん実は来るんだけど、うん、年始とかにね、初詣とかで、うん、成田さんに行くついでに、まあ、夜プラッと寄るっていう使い方もできるしね、うん、非常に立地としてはいいよね。駅からすぐだから。そうそう。じゃあちょっと寒くなってきたんで熱燗頼もうと思います。リーダー選手、熱燗好きっすか？熱燗大好きっすね。優しく体の中に入ってくるんで寒くなるとやっぱ熱燗出ますか？いや、結構出ますよ。はい、ですよね。熱燗と、いぶりがっことか。あ、合いそうっすね。ぐらいで温まる感じになります。はい、熱燗買ってきました。寒い季節にはやっぱこれですよ。うまそう。じゃあいただきますね。あ、米の甘みがふわっと口の中に漂って美味しい。美味しいね。食事と、まあ、お酒の温度合わせて飲むっていうのもやっぱりマリアージュを引き起こすからね。あったかい煮込みとね、あったかいおでんとかと熱燗を飲むと、熱燗うまいね。やっぱ熱燗飲むとすげえ温まる。温まって美味しい。ゆいのね、90純米精米具合 90のやつ、すごいよ。喉にね、米がガッてくる感じ。お米は山田錦でしょ？うん、美味しい。でも山田錦好きだからね、俺、うん、日本酒を買って帰ろうと思うんですけど、僕熟成酒はさっき角打ちで飲んだ、はい、あの山猿さんのやつを買っていこうと思います。他にちょっとフルーティーなタイプと、はい、お米の旨味が結構感じられるタイプと、あと結構すっきりした爽やか系な、はい、ちょっと日本酒をぜひちょっとおすすめのやつを教えていただきたいなと思います。わかりました。
ビジョーフっていう高知の結構淡麗なタイプなんで、はい、結構すっきり爽やかな、すっきり爽やかな感じです、はい、総主で栄光富士のちょっと純米大吟醸、純米大吟醸、はい、ちょっと500万石っていう米使ってるんですよ、はい、500万石自体も結構すっきり系のタイプなんです、そうですね、はい、結構華やかな、結構華やかな、はい、こちらです、マイビジンっていう、マイビジン、はい、山廃純米なんですけど、はいはい、結構これ冷や、他にも使えるんですけど、はい、純米で結構しっかりしてるんで、はい、米の旨みが芳醇な感じで、はい、あ、こちらで店長さんおすすめの日本酒で、まあ異なった4店舗のものをちょっとセレクトしてもらったんで、これ買っていきます、はい、ということで、折原商店で日本酒飲んできました、はい、日本酒飲んで、そして日本酒もしっかりと美味しい日本酒おすすめのやつ買ってきました買ってきました、いや本当にすごいいいシステムだったね、うん、キャッシュオンだからすごい気軽に入れて、かつ日本酒の量もめちゃくちゃ多いんで、なんか日本酒勉強したいっていう人とかね、仕事終わりにプラッと差し寄ってね、うん、あの 1,2 杯飲んでっていう使い方もできるし、うん、で気に入ったやつがあれば買って帰るってこともできるんで、そう酒屋さんだから、ね、そうそう酒屋だから、うん、非常に使い勝手のいいお店だなと、ね、感じましたということで、今回の動画は以上になります、はい、この動画が面白かったり、ためになったらチャンネル登録と高評価お願いします、お願いします、はい、ありがとうございます。